あ、でもいつか買い直そうと思ってんの？本当に買おうと思ってます。あ、じゃあ後ほどね、そんなあなたにぴったりのコーナーもありますよ。そうですね。もしかしたら俺ゲストで来るときは台本読まないで同じで何も知らないですけど大丈夫ですか？ね、じゃあちょっと、ね、メッセージ紹介しましょうか。お願いします。はい、こちら行きましょう。ふつおたっしょー。ふつおたっしょー。はい、こちらはペダルネームゆうな。うん、森子さん、安本さん、そして山下さん、あ、下山さんになってんな。下山さん、山下さんのこと間違えたんですね。山下です。下山さんは元 AT1 の人で。いいから細かい情報。早いな、そういう情報。すぐ行っちゃう。怖い怖い怖い、系列上げろ。はじめましてね、いつも楽しく聞いてますと。はい、今回大好きな安本さんがいらっしゃるということで、初めてメールを送りますと。寄せやい。第9話、第10話でサングラスを外した金城の目が、はい、意外につぶらな瞳だったことにキューンとしてしまった。私の中で近所のイメージがこわもてでよくわかんない人から、うん、優しくて熱い人、リタイアした坂道くんにかけた言葉を聞いてイメージ変わりましたと、うん、原作を読んだことがないので、まだ近所がどんな走りをするのかわからない、ことはたくさんあるんですが、これからのアニメ放送で安本さんの素敵な声とともにいろんな近所を見ていきたいです。個人的には坂道くんが部室で発見した写真の帽子から花を出すマジカル近所の詳細が知りたい。マジカル近所一体どうしてそうなったんですか？あれは C パートに関しては役者は全員どうしてそうなったと思ってますよ。そうですね、 C パートの話か。 C パートでなんか坂道が掃除してる時に、うん、一枚の前なんか出し物かなんかやったんだろうね。多分、うんうんうん、若い頃っていうか近所さんが1、2年の頃のね、近所の出し物で、あ、文化祭かなんかのやつ。そうですね、なんかやった隠し芸大会みたいなのやったんだろうなと思って、近所さんがなんか完全に手品を花だか花だか出してたもんね。そうなんですよ。あれCパートは結構だからね、原作とは結構かけ離れたところだからね。そうですよね、完全オリジナルみたいな。最初は今泉劇場って僕たちは呼んでたんじゃない。今泉が面白いことになって、今泉くんがどん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 ラブ姫にラブ姫にハマっていくっていう様を見てたんですけど、途中から、あ、一人ってわけじゃねえんだ。そうですね、いろんなパターンがありますよね、うん、アブが面白かったね。それはまだ今後出るかって感じですね。これからなところかもしれないですけどもね。はい、ゆうなちゃんありがとうございました。ありがとうございました。